フラックスシード、アマニの効果。このブログでは、このスーパーフード、フラックスシード、アマニについて、オーツと同じくらい注目し、紹介してきました。しかし、フラックスシードがダイエット食品として、最もヘルシーで栄養があるものの一つであるということはご存知でしたか？フラックスシードは健康食品として人気があり、健康食品店や通常の食料品店などで買うことができます。リンシードという名称で販売されることもあります。食物繊維の含有量が極めて高く、また、オメガ3脂肪酸の優れた供給源でもあります。この記事では、フラックスシードが私たちにもたらしてくれるたくさんの恩恵と、その食べ方についてご紹介します。それでは、早速見ていきましょう。種子を食事に取り入れることの大切さ。普段、どのような種子食品を摂っていますか？種を食べることを、普段の生活であまり意識しない人も多いですが、次のような理由により、健康のためには欠かせない食品です。エネルギー源として非常に優れている。複合糖質が含まれているため、エネルギーが体に緩やかに取り込まれ、体重の増加を防ぎ、満腹感が持続しやすくなる。毒素や老廃物の排出を助ける。ヘルシーな植物性タンパク質である。食物繊維の優れた供給源である。腸内環境を整える。抗酸化物質が豊富に含まれている。肌の状態を改善する。脳の働きを向上させる。以下のような種子食品を日常的に食べることをお勧めします。フラックスシード、アマニ、アマランスの種。チアシード、ひまわりの種、ごま、かぼちゃの種。ザクロの種、クミンシード、グレープシード。フラックスシードの効能。1、栄養とよとみ。フラックスシードには、タータイ飽和脂肪酸であるオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸が豊富に含まれています。消化酵素が含まれています。ビタミン E と B が豊富に含まれています。ヨウ素、鉄、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、リン、ポタジウム、マンガン、シリコン、銅などの重要なミネラルが含まれています。2、消化を促進し、体重コントロールに役立つ。フラックスシードは消化酵素の働きにより消化を促進し腸の運動を改善します。デトックス効果もあり腸内をきれいにし体が十分に栄養を吸収できるようにするのを助けます。水溶性食物繊維が豊富に含まれているため食べることで満腹感を感じやすく、また余分な水分の滞留や便秘を予防することができます。これらの働きにより、ダイエット中の食事を補うのに非常に適した食品と言えます。3、女性の健康を守るのに役立つ。
フラックスシードには食物繊維が豊富に含まれていますし、オメガ3脂肪酸を最も多く含む食品の一つでもあります。女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをする成分が含まれています。また、乳がん、結腸がん、肺がんなどに対し抗乱作用のあるファイトケミカル、リグナンが豊富に含まれています。4. 腸内環境を整え、便秘にも効果がある。繰り返しになりますが、食物繊維の含有量が高いため便秘解消に効果的であり、腸内の有害な老廃物や毒素を排出し、腸内フローラを改善するのに役立ちます。しかし、胃抗胃室症にかかっている場合は、症状が悪化する可能性があるため、フラックスシードの摂取を避けてください。5. 肌と髪にも良い。汗腺や湿疹などの皮膚の症状に悩まされている場合は、フラックスシードオイルを使うことが助けになるかもしれません。眠っている間に効果が現れるよう、毎晩寝る前に清潔な状態の肌に薄く伸ばしてみましょう。老けに悩まされていても心配しないでください。フラックスシードオイルには老けを改善する効果もあります。カズシズクを頭皮に垂らし、円を描くような動きで優しくマッサージしましょう。フラックスシードの食べ方。砕くフラックスシードをコーヒーミルに入れて粉末にしてください。この粉末をパンを焼くときの生地に混ぜたり、25時程度、スープ、サンドイッチやサラダのドレッシングなどに入れたり、ジュースに混ぜたり、ヨーグルトにかけたり、様々な使い方をしてみてください。細かく砕いて粉末にすることで殻が割れ、より体の中で吸収されやすくなります。コップ一杯のお湯に浸したものを食べても良いでしょう。沸騰させたお湯に1テーブルスプーンのフラックスシードを加えて火を止め、種に水分が吸収されるまで待ってください。お湯が濁ってきた頃がちょうど良いタイミングです。これを毎朝食べることで便秘を予防できます。